はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンドエンドレイヤーということで、今回からこちらのソフトをやっていきたいと思います。こちらはですね、任天堂 3DS のソフトで、まあ、いわゆるブレイブリーデフォルトの、2になります。まあ、とりあえず RPG の、まあ、ブレイブリーデフォルトがかなり面白かったんで、こちらの方も購入して今回からやっていこうと思います。じゃあもうちょっと早速やっていきましょう。スクエニメンバーズのサービスを利用しますか。まあいいや、後でもできるみたいなんで。あと下画面もこれ出すことにしました。難易度設定してください。まあノーマルでいいでしょう。オートセーブ有効にしますか。はあ、まあ一応これも安全のためにやっときましょう。よろしいですか。はい、一応体験版が配信されてて、ちょっと体験版やってみたところ、下画面も結構映るんで、待たせたな、待たせたな、スネークじゃないんだから。私は全てを否定するものだ。アニエル様、お下がりください。拒否します。クリスタル聖教とエタルニア公国、そのようやくたどり着いたこの和平調印、何者にも邪魔をさせません。あらあら、お元気ですわね。あれ、こいつは長年にわたり力を持ち続けてきた聖教と公国、その両方を一挙に叩く絶好の機会と思いまして、この場を狙ってまいりましたのですわ。私たちもずっと待ち望んでいましたよ。両方の名前なんだっけ、忘れちゃったな。なんだと、ならばいいだろう。出てきたよね前に、このエタルニア公国ですが。覚えてない。切り伏せてくる。アナゼルよ、私に。アナゼル B じゃないですか。あれ戦闘おお強い。バカな、何者だ貴様。そんな攻撃通じませんわ。このお方は偉大なる皇帝陛下、皇帝オブリビオン様、すなわち世界を革命するお方ですわ。おお、アニエス、お前を迎えに来た。この世界の否定にその力利用させてもらうぞ。待て、俺の名はユー・ゼネオルシア、聖教騎士団三重士の名にかけてアニエス様を守る。ほう、力の差も顧みず私に挑むか。若き騎士よ、そのお前の勇気、この手で否定してくれよ。お、サンダバ、それ効かないし。うおー、9999でも生きてる。強い、おにぎなさい、ユウ。いいえ、逃げるわけにはいきません。俺の使命はあなたをお守りすること。死んでも引くわけにはいかないんです。強いっすね、こいつ。くそ、なんて強さだ。9999を食らって生きてるお前らもすごいけどね。いけませんわ、陛下、あのペンダントは。させる。別の世界のものと交信する力があるペンダントか。だがこれで切り札は失われた。さあ、そろそろ終わりにしよう。また9999。やめろ。でも絶対物語始まったらこいつらヒットポイント低いよ。9999くらったら即死でしょ。騎士としての覚悟だけは一流だな。陛下、後々面倒なことになりそうですわ。ここで殺しておいた方が良いのではなくて。うん、さらば若き騎士よ。アニエス様、
通に全滅したって。我ら三重士、その名にかけてお前を討つ。序章。結局生きてんのって感じっすよね。勇様、あれから一週間も目を覚まされず、ジーヤは心配しておりました。一週間、生死の境をさまようほどの渋滞でございました。そりゃあんな9999連発されたらね。これほど早く回復できたのは奇跡としか言いようがありません。そうか、俺あの皇帝ってやつにやられて。ケアルガとかですぐ治せないのかな。ユン様は聖教騎士団の名門ゼネオルシア家の大事な跡取り、その身に何かあってはとこのジーヤずっと祈り続けておりました。当家初代守護聖人であるファンダルゼネオルシア様のご加護のおかげでございます。ともかく今はゆっくりとお休みなさいませ。ん？動ける？アニエス様、動けはしない。俺はあの人を守れなかったのか。これは、ん？なんだこれは。ペンダントのかけら。これは、おお、ペンダントのかけら。アニエス様、みんなは大丈夫だろうか。大聖堂に行ってみよう。よし、行ってみよう。勝手に行くの？ああ、動ける動ける。とりあえず、ステータス的なものは？レベル1すっぴん。だってさ、ヒットポイント155しかないよ。さっき9999超連発されてたじゃん。レイピア。クロスアーマー。ふんふんふん、オッケー。とりあえず、こっちかな。いきなり動いたらお体に触ります。今はゆっくりとお休みなさいませ。そんなことしてる余裕はない。聖教首都ガテラティオ。え、今どこにいるの。おお、ちっちゃいな。こっちじゃなくて左の方行くとなんかメインって書いてあるんで物語が進みそうですね。とりあえずイベントを進めましょう。これ別にダッシュとかないよね。もう走ってるもんね。こいつは？偉大なるクリスタルよ、我らを守りたまえ。いきなりさ、通行人に話しかけるっていうのもおかしいよね。まあ、だいたい RPG そうなんだけどさ、見知らぬ人に話しかけないでしょ。誰もいない。そんな、もともと誰かいたの。ユウ、お前生きてたのか。ジャン、それにニコライさんも。おお、ユウ殿、意識不明の重体と聞いておりましたが。こんな時にいつまでも寝ていられませんよ。そうだそうだ。それより騎士団のみんなは無事なんだよね。ほとんど壊滅状態さ。200人以上いた騎士も司祭もみんなやられちまった。戦えるのは俺とお前とニコライのおっさん、騎士が20人いるかいないか。10分の1だな。そんな、皇帝は、アニエ様は今どこに。おそらくあそこでしょう。窓の外をご覧くだされ。窓の外。あの、浮かんでいるのは一体。何これ、めっちゃ攻撃されてんの。浮遊城、私たちはあれをそう呼ぶことにしました。あの空飛ぶ城で移動しているのが皇帝オブリビオンが率いるグランツ帝国。どうやら今現在はエタルニア公国総司令部を攻撃しているようですね。
広告が攻め落とされるのも時間の問題だろうよ。そうか。悔しいが俺たちにはどうすることもできねえ。ええ、しばらく状況を見守るしかありませんね。こいつらってどこの所属なの？分かったよ。だったら俺今すぐ浮遊城に行ってくる。そうそう、今すぐ浮遊城にってなんだと？ユー殿、私たちの話を聞いていましたか？あなた一人で向かったところで何もできますまい。ユー、お前皇帝にやられたばかりだろう。そのお前が言ったところで今度こそ本当に殺されちまうぞ。そうだよね、まだレベル1だし。でも俺は死んでない。よく言ってたな。生きてる。諦めない限りやり直せるんだ。だったらリベンジだ。浮遊城に乗り込んでアニエ様を救い出す。ほんとお前はめげねえな。いっぺん死にかけたってのによ。どうせ止めても無駄なんだろ。だったらしゃあねえ、俺もついてってやるさ。お前一人でのこのこ行っても皇帝んところ着く前に殺されるのがオチだしな。だが俺が一緒にいりゃそうはならねえ。いや、お前もレベル1だろ。この剣の天才劣化のウルフジャン・アンガルドがいればな。名前がみんな言いづらいな。ジャン、ありがとう。本当に心強いよジャン。それにしても自分のことを天才って言うのはどうかと思うけど。なんだと。まあ要するにあれだ、俺とお前のコンビなら無敵、そういうこった。相手が帝国でもなんとかなるさ。雑魚が一人増えたところでどうにもならないだろう。そうだね、そうと決まったら。いや、ダメでしょうな。よし、そうと決まったらすぐに。ダメですな。俺たち二人がタッグを組めば。無理でしょう。もしかしたら今度こそ確実に絶対に殺されるでしょうな。ええ、今度こそ確実に絶対に殺されるでしょうな。なんで2回繰り返すの？大事だから。冷静すぎんだろおっさん。もうちょっと空気読もうぜ。大事なことなので。やっぱ大事なことなんだ。申し上げました。しかしこの私も連れて行けば話は違ってきましょう。えレベル1のおっさんが増えたところで。私の専門は回復魔法。私が共にいれば君たちが命を落とすことはそうそうないでしょう。それに我ら3人は聖教騎士団三重士、共に戦い共に死のうと誓い合った仲間。そのリーダーたるユー殿が行くというなら私も当然お供いたします。ニコライさん、どうやら決まりみたいだな。ユー、リーダーらしい号令を一発頼むぜ。聖教騎士団三重士リーダーユーゼネオルシアの名において命ず。これより我らは浮遊城に向かう。三重士の名にかけて必ずやアニエス様を助け出すぞ。お心得ました。ではユー殿、長い旅路になりましょう。出発のご挨拶をお忘れになりませぬよう。うん、そうだね。アルフレッドさんに言っていかなきゃ。アルフレッドさんってさっきの執事みたいな人。ジャンとニコライがパーティーに加わりました。パーティーチャット。うん。あれ、レベル3あるし。リーダーのユウが一番弱えじゃん。どういうことよ。まだジョブはないっすね。当たり前だけど。こっちか。冒険に役立ついろんな知識をプレイしながら身につけられるチュートリアルクエスト。ああ、習うより慣れろ。報酬ももらえて一石二鳥。マップメニューを開き掲示板のアイコンを選択しよう。報酬もここで受け取るんだぞ。ほうほうほう。クエスト画面ではスクエニメンバーズで実施しているアチーブメントとブレイブリークエストに関する情報も見られるぞ。うん、登録してないからな。
とりあえずはまた家に帰りますか。ただいまー。こいつ？それじゃあ行ってくるね。行ってきます。ユウ様、ハンケチはお持ちになりましたか？持ったよ。ユウ様、ちり紙はちゃんと二枚重ねの。持ったってば。持ったの、そんなの。ユウ様、くれぐれもピークの無駄遣いはなさらないように。わかってるって。ユウ様、これを。もう、わかったって言ってるだろ。いいえ、ユウ様はすっかりお忘れでございます。ユウ様が幼い頃より大切になさっていらした、これをお忘れとは。え、それは手帳？いや、大事なものを忘れるところだった。ありがとう、アルフレッドさん。はい、それではユウ様、行ってらっしゃいまし。地図にマークしておきましたよ。うん、行ってくるよ。ああ、ユウ様にどうかファンダル・ゼネオルシア様のご加護がありますように。ユウの手帳、表紙にユウと装飾されており、ユウはユウの手帳と呼んでいる。勉強熱心なユウは魔物やアイテムなどの情報を細かく記録していくぞ。モンスター博士。うん、オッケーオッケー。 D の手帳っすね、いわゆる。てか、アナゼルとかどうしたんだろう。浮遊女は今エタルニア公国軍総司令部の上空にいるって言っていたね。そうだ、ここから北東の方角、殉教の森を抜けた先だな。ところでユウ、お前アニエス様を救うなんて言ってたけど、何か作戦とかはあるのか。え、作戦ねえのかよ。あんだけ勇ましく言っておいてよ。いや、でも3人で超頑張ればなんとかなるかな。なるわけねえだろ。相手は何千何万と兵を抱える大軍なんだぞ。ほう、ではこうしましょう。聖教騎士団の生き残りの兵たちをすでに先行させています。まずはその先行隊と合流し、兵を増やしましょう。彼らには敵の目を引きつけてもらいます。その隙に私たち3人で浮遊城に乗り込んでアニエス様を救出するのです。兵力の差を考えるとそれしか手はありませんな。3人で乗り込もうっていう、その作戦も変だろ。なるほど、要するにあれか、陽動作戦ってわけか。うん、完璧ですね。その作戦でいきましょう。完璧に思えないんだけど。そうと決まれば頑張りましょう、皆さん。やれやれ、単純だな。こんなリーダーで大丈夫なんかね。いやいや、目的に向かってまっすぐなのは良いことですよ。さあ、とりあえず物色しますか。メイン、ここにメインってあるけど、ポーション、フェニックスの。お金200円しかないな。ポーション何個か買っとこうかな。いや、待て、こいつに話そう。東の殉教の森ね。この人セーブの人ですね。セーブしましょう。 OK、 他に用はない。これは多分宿屋だから今は関係ないでしょう。上に武器屋さんと魔法屋さんがあるんで、ちょっと武器を見てみますか。レイピア、スピア、バックラー。一応 U の攻撃力が若干上がるけど、ニコライとジャンって何装備してんの。攻撃力が下がるんだけど、なんでリーダーが一番弱いの。バックラーは誰も装備してないのか。15円って安いな。とりあえずチェインフード、バックラー買っとこう。3つ、
まあこれ半分くらいになった。クロスアーマー装備してましたよね。手袋10円だ、安い。見つかおう。80円。てかさ、これから旅するのになんで200円しか持っていかないの。結構金持ちそうな家だったのに。左はバックラー。オッケー。てかこれなんかおすすめ、あ、全身おすすめ、おすすめ、おすすめと。これだけは自分でやんのか、アクセサリー系は。いや、もっとさ、長旅になるんだったらさ、お金とかさ、持ち物とか、マジ手ぶらじゃん。だってこっちか、ここがメインってことか。俺たちの戦いはこれからだ。次に皇帝に会った時には絶対に負けるわけにはいかない。もっと強くならなきゃ。成長の鍵を握るのがジョブとアビリティだ。まずジョブレベルを上げよう。最初はすっぴんのみ。うん。で、アビリティを覚えておきましょうと。まあ、ここら辺は大体同じですね。まあ、ジョブコマンドと、サポートアビリティ。まあ、FF っぽい感じの、システムですね。リンゴ？リンゴくんがいるよ、リンゴ。リンゴンとかね。そのまんま。いって14ミス。ちょっとスピードを早めたいな。戦闘のどうやって早めんだっけな。あ、これだ。結構強くね。あれ、他の2人経験値たまんないんだけど、これレベル上げとかした方がいいのかな。いきなり森行って大丈夫かな。いつの間にか夜になってる。に、あ、大丈夫だな。ニコライ回復魔法使えるって言ってたよね。本当に。お、ポーションをゲット。とりあえず回復手段は確保しておきたいんで。魔法ヒールか。最大ヒットポイントの 30% か。パーセンテージ系ですね。殉教の森。ここが殉教の森か。まずはここを抜けなきゃね。ああ、だがこの森は魔物の巣窟だ。気を抜いてたら浮遊城に着く前にやられかねねえ。そうなると不名誉も甚だしいですな。気を引き締めて参りましょう。了解。よし、二人とも行くよ。道が分かれてるな。どっちに行けばいいんだろう。早速かよ。この橋大丈夫か。こちらの橋を渡っていくのが近道ですな。これ無視したらどうなの。いや待って、こっちの普通の道を行こうよ。ってこいつマジビビみたいな。待て、おい、ユウ、なんでこの急ぐ状況で遠回りの道を選ぶんだ。いや何口ごもってんだよ。あ、まさかお前怖いのか、その橋を渡るのがよ。お、結構素直ですね。そうだ。その通りだよ。俺は高いところだけは苦手なの。なるほどな。例の弱点シリーズがまた出たか。しかし先行隊とはなるべく早く合流すべきです。怖くとも近道を行くのが良いでしょうな。いや待って、遠回りの道でも全速力で駆け抜ければさ。ユード、大事なことなので二度申し上げます。近道を行くべきです。わかりましたよ。状況が状況だ。橋の一つや二つダッシュで渡り切ってやる。だ、バカ、そんな走ったら逆に危ねえだろ。やれやれですな。俺のレベル低すぎ。ダンジョンの推奨レベル、敵が強すぎると感じられてレベルを上げて出直そう。マジで
レベル1から5。1から5って何?1 でいいの?これは?ポーション。あっち側に宝箱が見えますね。これちなみに遠回りしたらどうなんの?おぉ、カマキリみたいなやつが出てきた。バトルホッパー。あ、でもニコライとジャンは3レベルだから。てかこれ1レベルからなかなか上がんないな。お、なんかある。毒消し。とりあえず突っ込んでって大丈夫かな。で、下行けるかな。あの宝箱が欲しいっすね。ウサギが出てきたもんだ。これ完全に虐待だろ。動物愛護団体に怒られそうな気がするんだけど。あ、いけない。こっちからはいけないのか。お、あそこがメインクエストが進むところがあるけど、ちょっと宝箱とかはやっぱり回収していきたいんで、なるべく回収してから向かう方向でいきましょう。お、リンゴンが2体出てきた。アビリティなんかある。すっぴん技調べる半分こ。お、戦闘回復じゃなくて戦闘不能も回復できんじゃん。ニコラ優秀だな絶対こいつがリーダーがいいだろう。うわ、クイチから食らった。ミスるなこれ。2レベルへの道が遠い。100円。なんで100円が落っこってんの。これも謎ですよね。宝箱とか誰が置いてんだろうっていう。ブレイブを使って攻撃を連発すれば一旦で倒せると思う。よし、行動回数の前借りができるんですよねこれ。ブレイブで OKOK。 あ、セーブのお兄ちゃんがいる。あ、これこっちから宝箱いけますね。エーテル。てか1レベルだけどいいの。1回ずつブレイブするか。ほいほい、これでどうだ。くらえ。あんまりブレイブした意味ないし。この先は危険だぜ。マジか、ボスっぽいな。まあレベル1だけどいいや、このまま行こう。そろそろこの森も抜けられそうだね。全然探索してないんだけど。だな、もうすぐ先行隊に追いつくだろう。いや、お待ちなさい、二人とも。その前に、一山越えなければなりませんな。一山?うっ。おー、大河っぽいのがいる。魔物?それも、あんなにでっかいやつが。トロルか。あれはトロルですな。こんなところに巨人とはね。アンナでも妖精に分類されるという説がございます。森深くに生息し、粗暴で大雑把、時には人を襲い食らうとも言われている。その通り。さすがはユウ殿、博識ですな。さしずめ我らは
まるでリンナルディナーのように奴の目に映っていることでしょう。だから冷静すぎだろ、ニコライのおっさん。さらっと怖いこと言ってんじゃねえって。事実を申し上げたまでです。なんでしたら大事なことなのでもう一度。いや、まあいい、図体はでかいが相手は一匹だ。さっさとやっちまおうぜ。そうだね、俺たちの力を合わせれば。そういうことです。よし行くぜ。聖教に仕える疾風のファルコン、ニュー・ジェネオルシア。同じく聖教に仕える烈火のウルフ、ジャン・アンガルド。同じく聖教に仕える堅牢の倍速、ニコライ・ニコラニコ。そんな名前なのこいつ。我ら聖教騎士団三重士、その名にかけてお前を撃つ。ふうに言ってもしょうがなくね。名乗りを上げたところで、トロルはいきなり連続攻撃をしてきます。ほうほう。デフォルトを選ぶのです。大事なことですのでもう一度申し上げます。デフォルトでございます、ユー殿。オーケーオーケー、デフォルト。おお。耐えましたな。デフォルトには防御の効果の他に BP が溜まるっていう利点があるんだ。ブレイブを選べ、ユー。反撃だ。ブレイブデフォルト、まあ、これがいわゆるブレイブリーデフォルトの独自のシステムですね。まあ、行動回数を操って戦闘を進めていくっていうところですね。今トロルがマイナス4なんで、3、4ターンはこれトロル動けないはずです。よーし、行くぜ。ターンの前借りをすると BP がマイナスになってしまう。うん。計画は、じゃなくてご利用は計画的に。今1あるんで、これを1個使って、ちょっと回復しようかな。で、攻撃して、ブレイブ選んで、攻撃して、攻撃して、ブレイブ選んで、攻撃して、攻撃して。で、あとはこのまま攻撃を続けて、トロルが動けるようになったらまた防御っていう、まあそんな感じですかね。で、ここでデフォルト、デフォルト、デフォルトで。よしよし、 OKOKOK。ブレイブ使って、間違えた。あ、でも向こうマイナス4あるから、もう1回2回デフォルト使っていくやつな。で、1、2、3と、これで4回攻撃。1、2、3と、よし、これでいいんじゃない。いけいけ、オッケー、弱かったな。めっちゃ経験値で逃げたぞ。一気に2レベル上がったんだけど。おー、ジョブレベルもアップした。半分こ、フェニックスの、やったー、俺たちの手でこんなにでっかい魔物を倒したぞ。そんなこと言ってるようじゃ皇帝には勝てねえだろ。なんとかこいつの飯にならずに済んだな。ありがとう、二人とも。二人のおかげで倒せたようなもんだよ。おう、まあユーもよくやったんじゃねえか。いえいえ、君たち二人の力があってこそです。強くなりましたね、二人とも。まだレベル3だけどね。若者の成長は実に早い。私、涙を禁じ得ません。大げさですよ、ニコライさん。でもこの3人ならどんな敵が現れても怖くないね。そうだな、そうかもな。よし、そんな風には全く思えないんだけど。この勢いのまま浮遊城まで一直線だ。行こう、二人とも。だから一人で先走るなってのに。お待ちくだされ、ユー殿。ユー殿、とりあえずまだジョブがすっぴんしかないからな。あ、上でなんか光ってんな。あれ欲しい気がする。
まあ後で取りに行くか。また続くの？これで終わりかと思ったのに。宝箱、目覚まし、よし、動物虐待くらい。これもう一個速くなるかな、戦闘。あ、速くなる。まあ雑魚戦はサクサクやっていきましょう。150円。あれ、1回の戦闘でいくらくらい手に入ったっけ。またラビット、クライクライクライクゲームミスター。やばい、ちょっとパワーが減ってきた気がする。お、なんかいる。ちょっと待って、宝箱が欲しい。まず下の宝箱を取って、フェニックスの上の宝箱を取りましょう。なんでミスるんだ。え、ジャンプしたマジか。これはどうしよう。デフォルトで防御しようか。で、戦うと。6円か。多分一番左がお金ですよね。お、ラウンドシールド。お前バックラ買った意味なかったな。え、ドクラ買った。ちょっと待って、おすすめになっちゃった。あ、結構上がるな防御。ここから見えるっていうところがまたいいな。なんかでも味方か、あれ敵の可能性もあるからな。ちょっと回復だけはしとくか。ほいほいほい。うわー、一気に使ったなここで敵かよあの人たちの目の前で戦闘が行われてんだけど。お、ちょっとこれは一気に片付けよう。よーし、行くぜ。攻撃あるのみ。うん、片付けられんな。これで片付けられないとずっと反撃を食らうだけになるから。こんにちは。え、三重士の皆さん。そんな驚くことか。やはり援軍に来てくれたんですね。超弱いけどね。ああ、こいつが目を覚ましやがったんだな。ところで君は。大沢カムランと申します。つい先日騎士団に配属されたばかりで。そうか、ここまでよくやってくれたね。いや、絶対これ右の人の方が強そうだけどな。ここからは三重士がついてる。レベル3の三重士とか言って絶対弱いし。救出に向かうよ。わあ、それは心強いです。我らの手で必ずや法王様をお助けいたしましょう。みんなは今日ここで野営をするの？はい、本当はもう少し進んでおきたかったのですが、トロルと遭遇して怪我人を出してしまいまして、幸い傷は浅かったので彼らは町に返しました。そうですか。いけませんな、入れ違いになってしまったというわけですが、私はガテラティオに戻り負傷者たちを治療してまいります。え、マジで外れちゃうの？一人で大丈夫かよ、ニコライのおっさん。大丈夫ですよ、ジャン。私とて聖教騎士団三重士の一員。それにおそらく道は普通の道でしょうし。あとは頼みましたよ、ジャン。ああ、なるほどな、了解だ。だが気をつけろよ、おっさん。ではまた後ほど。お気をつけて、ニコライさん。よし、じゃあテントを張ってくるね。いや、テントどこに持ってんの？お前テントまで持ってきたのかよどこに持ってんだよ。じゃあ僕ら見回りに行きますね。また後で。
そうしてたどり着いた殉教の森で俺たちは強敵と遭遇した。その形相は醜悪そのもので、丸太のような太い腕から繰り出される怪力はもはやこいつはただのトロルではないだろう。言うならばデストロル。デストロル？なんだそりゃ。わわ、これはその。お前また手帳に記録つけてるのか？うん、旅の内容や出会った魔物とかをきちんと記録しておこうと思ってね。ほんと記録魔だよなお前、学生時代からよ。こう見えて俺学者志望だったからね。それにこういう記録がいつか役に立つかもしれないだろ。なんで学者志望が騎士になったんだ。あんま役に立ったことはねえけどな。まあマメなのはいいことだ。それにしても学生時代か、ちゃんとも長い付き合いだよね。学園の寄宿舎に入ってからだからもう5年になるんだ。そういやそうか、出会ったばっかの頃のお前はほんと泣き虫だったよな。剣の授業ではよく上級生にしごかれて泣いてたっけ。ジャンだっていつも一緒にのされてたじゃないか。俺はベソなんか書いちゃいねえよ。喧嘩っ早くて生意気だったから仕方もねえ。でもお前はいじめられてたのは家のことでだろ。あ、思い出した。何をだよ突然、気持ち悪いな。悔しくて悔しくて、二人で毎晩毎晩遅くまで剣の練習して。ああ、血豆何度も潰してな。そしてついに編み出した秘技、ランダム対象に4回分もの強力な物理攻撃を放つファルコンクロウ。お前あの頃から俺の技に勝手に変な名前を付けやがってよ。でも半年後には上級生全員を黙らせた。俺たち二人であの頃も今もジャンには助けられてばっかりだな。そんなこともあったっけな。でも思い出話もそれくらいにしとくぜ。よし、俺は見回りに出る。お、だったら俺も。いや、お前は休んどけ、交代制だ。そっか、気をつけてね。ああ、問題ねえよ、俺は剣の天才だ。ジャン、ありがとう。さて、寝よう。今気づいたけど結構立派なテントだな。マジでどこに持ってたんだこいつ。誰？ジャン？な、何今の声。誰もいない。なんだか嫌な予感がする。マイセット？何マイセットって。あ、これ作戦。まあちょっとそのままでいきましょう。左の方がイベントが進みそうっすね。メインって書いてあるんで。あれ、おお、倒れてる。ジャン、よかった、君は無事だったのか。無事かって。ああ、見ての通り無事だよ。思ったよりこいつらだいぶ弱かったからな。何何？聖教騎士団とか言っても大したことねえな。もう少し苦労するかと思ったのに、これなら回りくどいことしないで真正面から言ってもよかったぜ。ジャン、何を言ってるんだ。わかんねえか、ユウ。要するにあれだ、こいつらを殺したのは俺だってことだよ。どういうことだ。聖教騎士団三獣士のジャン・アンガルドは帝国に寝返った。
それも昨日今日決めたことじゃねえ。俺はずっと前から聖教騎士団に潜入してたんだよ。なるほど。本当なのかちゃん、騎士団を裏切ったのか。だとしたら俺はそんな顔されると思ったよ。だからお前には何も言わず去るつもりだったんだ。だが状況が変わった。少しだけ大きく変わった。少しだけ大きく変わったって何？まずお前があの昏睡から目覚めたこと。結局変わったのは少しなの？大きくなの？次に皇帝に戦いを挑むと宣言したこと。あんな目にあったのに、あれだけの力の差をまざまざと見せつけられたのに。だから俺も考えを変えたのさ。お前みたいなやつは、いや、お前みたいなやつだからこそ味方に引き入れるべきだってな。何？ユウ、俺と一緒に来い。お前も帝国に入るんだ。バカ言うな。そんなことできるわけないだろう。その答えも予想してたよ。まあお前ならそう言うだろう。だがそうなると俺はお前を殺さなきゃなんねんだよな。俺は本気だぜユウ。帝国の敵となる者は全て切り捨てるのが俺の役目だ。それがたとえお前でもな。俺に挑んでくるか。やめた方がいいぜ。今まで俺に剣で勝てたことはただの一度もない。そうだろ。だからって三重師のリーダーとして引くわけには。なんだおにぎらさい、ユウ。アニエ様の声、一体どこから。ここです。このペンダントからだ。お、ペンダントに話しかける。危ないな、これだけ見ると。ここからあなたに語りかけているのです。アニエ様、ご無事で。それより早く逃げるのです。しかし引けない気持ちはわかります。ですがここで命を落としてしまっては何もかも終わりです。今は一度引くべきです。お願い、ユウ。くそ。待てユウ。え、これ何、どこ。ち、取り逃がしたか。ま、手間が省けて助かったぜ。じゃあなユウ。いきなりの裏切りか。なんとか助かったみたいだけど、こんなところまで流されたのか。何もできなかった。ジャンを前にして、ちくしょう。これから俺どうすれば。そうだアニエ様、アニエ様。反応がない。いってってってて、そこら中擦り傷だらけだよ。ニコライさんに知らせなきゃ。確か負傷兵の治療のためガテラティオに戻ってたはず。寒い。とぼとぼすぎだろ。とりあえず森から出る感じか。でも入り口じゃん、ちょうど。友達機能、ペンダントのかけら。ふんふん。オッケーオッケー。お、いきなり敵。ちょっと待ってよ。フレンド召喚。うん、では実際に配信してみよう。今回は戦う配信するぞ。戦う。
こんなの配信してどうすんだろう。あれ戦いは終わり。じゃあというところでちょっと長くなりましたけれども、ブレイブリーセカンド第1回目はこれで終了して、まあいきなりちょっと一人ぼっちになっちゃいましたけど、次回また続きをやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。